はい、えー。カバーチェクトカッパ園長です。じゃあね、なんかこう、吸ったもんだけの話は、まあ、とりあえず、えー、切り上げておいて、あまあ、この後も,もう一個ぐらいあったか。<laughs> もうオリンピックの話行きましょうかね。えっ、ー、とね、まず最初、バレーボール。えー、男子バレーボール、えー。これご覧になった方はあ、高橋選手ってご存知ですかね。高橋蘭選手ですよね。なんか海外ですごい人気になってるらしくて、日本はイケメン揃いだ。 って言いながら、この高橋蘭選手のことしか取り上げてないんですよね。<laughs> 他のイケメンはどこ行っちゃったのかちょっとよくわかんないですけども。まあ日本のこの男子バレーボールのね、この高橋選手がイケメンすぎるとですね、海外で話題になってるんだって。なるほど。 で、2008年行われた北京五輪以来、3大会ぶりにオリンピックの舞台に立った日本男子バレーボール。予選ラウンド最終戦でアジアの強豪イランを破り、29年ぶり8強入りを果たしていましたが、まあ、オリンピック連覇狙うブラジルにストレート負けを喫し、残念ながら準々決勝での敗退になったんですよね。で現在海外か、海外ではこの日本代表の健闘に加え、この日本人選手たちのなんか整ったビジュアルも話題になっているそうで、 えー、特に21世紀生まれの選手として初めて、えーまあ、バレーボール日本代表に選出された、まあ、19歳の,この高橋藍選手の人気がちょっと飛び抜けて、ね、すさまじい勢いらしくて、まあ、SNS 上では高橋選手の話題が飛び交ってるんだって。ななるほど確かなんかんクォータータ いう方で、したっけこの高橋選手は、えー、でまずここから反応ですかね、えー。スペインの人、私はただ静かにオリンピック見たかっただけなのに、この胸の高鳴りは一体何なのみたいな。<laughs> で、インドネシアの人が、ラン・高橋お願いしますとか、何のお願いだろう。えー、私はあ、違う、彼は私の頭の中で彼これ3週間キャンプしている。えー、今は永遠に住むよう彼を招待している。<laughs> だいぶいっちゃってるな。えー、オーストラリアの人が、えー、配給の世界に一番近い人類だよね。とか、ああ、漫画のなんかこのキャラクターとかぶるのこの人。ちょっとよくわかんないですけど。えー、個人的にはあ西田さんがタイプです。で、それに対してわかるけど、私は高橋に心盗まれた。とか。 ランはスパイカーになるまでリベロだった、えー。守備が上手いのはリベロの経験があるからだろうね。ってロシアの人が言ってますかね。で、まあ、お隣の人までね。顔がいい人は性格もいいはずだと私は信じてる。<laughs> いや、あなた方がそれ言うんだ。<laughs> あれ <laughs> どういう風に受け取ったらいいのこれ。 でオーストラリアの人が日本代表のユニフォームはあー、まあ、配球の男間高校っていうのかなのそれっぽい試合中に配球の音楽使われていた運営はよく分かってるとかアメリカの人が石川、高橋、西田、本当にいい選手だ彼らは日本の誇りと言っていいと思うでまたアメリカの人が優秀な若手多いし日本の未来は明るいよ。 で私がバレーの試合で見てた本当の理由が世界にバレた <laughs> ブラジルの人が日本チーム配球みたいなトリックを実際の試合で使ってたのが面白かったでマレーシアの人高橋は高校の頃からいいプレーしてたけどユース代表にはなぜか選ばれてなかったでもここ1年で突然オリンピック代表に上がってきた本当にすごいよねニュージーランドの人がランは出場した試合で天才的なプレーをしていたあの若さで冷静さが凄まじいとか あーオーストラリアの人が、あれ私の中でオリンピックが違う輝きを放ち出した。とか <laughs>、えー。フィリピンの人が、19歳のオリンピアン。えー、なんて可愛らしい。とか、えー。アメリカの人がバレエ日本代表の試合見てるとアニメ配給の5期を先取りして見てる気分になる。とか。なんかコメント見てるとこの配給配給言ってる人がすげえたくさんいるな。 えー、みんなハイキューみたいって言ってて面白い、えー。ハイキュー日本語でバレーボールって意味だね。で、えー、フランスの人も、えー、ハイキュー通して世界が語り合えるなんてとても素晴らしいことだとか、えー、高橋のジャンプは私の夢や希望よりも高いとか、えー、今大会の日本代表はイケメン揃いだね。ユ、え、ウ、ー、と,と堀米、大樹、橋本、んユウと堀米、大樹、橋本、カノア、五十嵐。 そして言うまでもなく蘭・高橋だそうですね。随分詳しい人がいますね。日本はホットなオリンピアンたち使って世の女性たちを魅了しにかかっているとかそれに加えて日本にはアニメという武器まであるとか彼は完全にアニメの世界から出てきたみたいだねとか日本代表一生懸命応援しすぎて試合が終わった後に頭痛が発生したとか。 まあ、ブラジルの人が、私も日本代表のファンになった。ブラジル戦も素晴らしかった。だけど勝利したブラジルを誇りに思う。タイの人、えー、ランの笑顔を見ると心が溶ける。とか、えー、彼とお近づきになりたくて思わずバレエのやり方ググった。<laughs> これできっともう大丈夫って言ってるけど、何が大丈夫なんだろう。でインドネシアの人、日本はアジアの光であります。とか、<laughs> えー、そしてランは配給、えー、バレエの光である。とか、 日本代表は魅力的な選手多いよね。コロナさえなければ私もママと東京にいたはずなのにとか、素敵すぎる、あスペインの人ね。こんなハンサムな人と出会わせてくれたオリンピックに感謝します。まあ、なんかどうやらアニメ配給と結びつけて、えー、なんか盛り上がってるみたいですかね。うん、まあまあまあ,あ、そういう盛り上がり方も、まあ、人それぞれいいんじゃないでしょうかね。うん で、えっ、ー、今度また全然違う話で、この野球のボールの話なんですけどね。なんか海外でこの日本のこの野球のボール、試合に使う、試合のボールですよね。世界最高だと。うん。なんかアメリカのオリンピック代表選手が絶賛しているこの日本の野球のボールが、まあ海外で話題になっていたって、そういう話ですかね。 東京オリンピックの野球では大阪のスポーツ用品メーカー SSK がスリランカで使って作っているボールが公式球として使用されているとアメリカ代表のジョー・ライアン投手はこのボールを世界最高のボールだと大絶賛打者,をも気にい打者も気に入ってるし 異物の問題を解決することにもなるだろうからアメリカでも使用すべきと言っているそうですねアメリカ代表のピッチャーの方がそう言ってるんですねでこの SSK の世界最高のボールに対する、まあ、海外の反応っていうことですかねでまあ最初の人何がそんなに特別なのかで次の人このボールはスリランカで作られている、えー、世界野球ソフトボール連盟 WBSC かな はスリランカで作ったボールのみ使用、えー、なぜかというと、まあ、オリンピックの野球予選で働いていたから知っていると、えー、終了後に球場に100個以上のボールが転がってた、えー、使い終わったのを、まあ、何個か持ち帰ったとそれ持ち帰っていいの本当に、えー、野球選手ではないし自分には普通のボールに見えたけど小さな島国で作られているのは少し驚きだった で、えーまあ、なんで打者も気に入っているのか、えー、摩擦力の増加は打者にとって不利になるんじゃないの、えー、ファンもそれを求めた方がいいんじゃないの、なんでなの、えー、スパイダータック、この野球のボールにつけるなんか粘着物質でしたっけ、は打者に不利にならないから試合が面白くなるんじゃないの、えー、もちろんこれなら平等な試合になると思うけど、それならスパイダータック使わなければいいだけでは。 でそれに対して摩擦力が上がるのは投手にとってもいいことだけどそこまで有利になるわけでもない,い。打者にとってもボールの制御が良くなるのは自分の頭の方に飛んでくることが少なくなるわけだからみたいな。まあ、なんかいろいろ書いてありますけどもね。まあいろいろ書いてありますけど要はまとめるとこの MLB はこのボールにつけるこの粘着物質の問題に長年悩まされてるじゃないですか。 でこのピッチャーから見ても、この SSK、日本のこの大阪にある会社のこの SSK のボールは、大変素晴らしいと、うん、あとこの品質がね、もう極めて一定、ばらつきがもうまずないと、これがなんか高評価の一因だったっていう、まあ日本のね、えー、このクオリティですかね、うん、を、まあ、なんかもう大絶賛っていうか、もう他と比べるともうこれしかないだろうと、選択肢他にないだろうっていう、そういうお話らしいです。 あとはまあなんか書かれていたのはこのボールだけじゃなくてこのグローブとかも、うん。まあなんかアフターサービス的な、うん、ちょっともう日本以外には考えられない。うん。一度でもこう日本のこの SSK のこのボールとかグローブとかを使ったら、もう他には戻れないっていう意見がものすごい多いですかね。うん。 まあだから日本のメーカーのこの SSK のボールがまあ素晴らしいのはまあそうなんですけどもまあだから一定の品質すら保てないほかの,ねこのまあローリングスっていうメーカーのボールと比べられてたんですけどまあそっちがあまりにばらつきがひどくて悪いっていう粗悪品っていうのかなーなだけでうんまあ体感で大きさのばらつきがあるとかねそんなね適当な状況らしいですよそういうボールを作ってる会社 そんなところとね、比べられてもね、<laughs> ね、ノーブランドか、と同等か、それ以下みたいな、そういうクオリティじゃないですか、それじゃあね。うん。だからまあ、一番の違いは品質のさ、うん、いいのもあれば、そうでもないのもあるなんていう状況が、日本だとちょっと考えられないですよね。うん。そう。だから、MLB のボール、サイズにすら結構ばらつきがあるんだって、<laughs> そりゃあこんなのピッチャーだって嫌ですよね。うん。 まあ利権とか忖度やらもいろいろ絡んでくるんで、このアメリカの,、ね、この野球用品メーカー界隈もだから、自身がアメリカの,、ね、この用品メーカー自身が品質向上を図る気にならない限ぎり、まあ、だから滑りやすくて投手の肘を壊しやすい球みたいな粗悪品ですかっていうのがなくならないってことですよね。うん だからまあ利権とか勇着とかっていうと、なんかこう、日本特有のね問題みたいな感じで捉えられてますけども、ねそんなことはないです。ねどこの世界のどんな業界にもねこういうのはびこってますからね。確か大谷選手もねメジャー1年目でしたっけ、なんかボールが滑りやすくて、なんか肘まで壊しちゃったりしましたよね。でも逆に言うとね、いかにこの日本のボールのクオリティの高さが。まあ まあ、良すぎて、ね、日本のクオリティ、ボールのクオリティが良すぎて、まあ、それが残念ながら災いし,してしまったっていう、そういうことだったんじゃないですかね。うん。そういえば大谷選手、ね、活躍続けてますよね。怪我に気をつけてぜひ頑張り続けてもらいたいです。今何号でしたっけちょっと忘れちゃいましたけども。ということでね、えー、今回は以上でさありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。